っぱり一人一人の強みがこう活かせきれてないというか、自分の強みを活かすっていうことが仲間の強みを活かすために頑張らなきゃいけないこともあるっていうか、うん、なんかそこをちょっと僕はこの、まあ、後半出たんですけど、つながりっていうところで感じにくかったなっていう、自分の強がりを、あ、強みを出すために仲間に求めたりとか要求することももちろん大切なんですけど、でも逆に仲間の良さを引き出すために自分が何できるのかとかを考えてやることが結局は自分の強みをこう引き出すことにもつながるみたいな、なんかそういうこうコーチングだったりとか、まあ、声かけの仕方とか、まあ、配慮とかもそうなんですけど、そういうのがまあやっぱり時間経つことにこう苦しくなったりとか、疲れてきたりとかした時には、少なかったかなっていうふうに思います。そうですね、サブの方はどっちかっていうともうずっとなかなかこう自分の強みを出せないというか、まあそういうシーンも結構あったりとかしたんですけど、そこでなんか仲間同士がこうもうまあ振り切ってじゃないですけど、一旦こう自分の良さよりも仲間の良さを出すために自分が何できるのかとかをちゃんとこう寄り添って聞く姿勢を持つみたいなのができているメンバーがすごく多くて、まあ、僕自身も最初やっぱそこに対するコミュニケーションは少しこう自分よがりな会話っていう対話みたいな感じを意識しすぎてた部分があったんですけど、でもやっぱそういう仲間たちの姿勢をこう見て、僕自身がもっと変わらなきゃいけないというか、コミュニケーション、変わるっていうのはコミュニケーションの取り方とか、相手の配慮とか、そういったところを、すごくこのサブにいる期間で、まあ、学ばせられたなっていうふうには感じます。